総合文化センターに飾られた一枚の絵。これは昭和26年頃の玉野の様子が詳細に描かれた絵地図です。港にある煙突はかつてここに発電所があった名残です。市民に馴染み深い自転車歩行者専用道路、ここを走っていた市電が当時のままの姿で保存されています。どれも玉野市が歩んできた長い歴史を感じさせます。昨年8月、市政70周年を迎えた玉野市。1年を通じて様々な記念の行事が開催され、歴史の節目を祝いました。市民にとっても意義ある年だったことでしょう。今日は足早に市政70周年の1年を振り返ってみましょう。春の一大イベント玉野港フェスティバルでは、帆船日本丸が宇野港に来航、その優雅な姿を披露しました。また玉野ならではのご当地 B 級グルメを決めるコンテストも会場で開かれ、ここで見事優勝したのが玉野温玉飯です。夏には恒例の玉野祭り踊り大会、そして2年ぶりに行われた花火大会。真夏の夜を焦がす大輪の花に思わず歓声が湧きました。8月1日の市政70周年記念式典では、およそ700人の招待客が参加して、先人の努力を称え、市のさらなる発展を願ってお祝いしました。節目となる今年度は、市政運営にあたり新たな決意を誇りの持てる郷土へと定め、住みやすさを誇れる街に。行政、スポーツ、伝統文化など70周年を記念する催しは様々な分野にわたりました。市内の各中学校の代表生徒が子ども議員となり、開催された子ども議会。玉野市のシンボルについて質問します。ののちゃんの
キャラクターを、まあ、自由に使っていただきたいという申し出がありましたので、玉野市のイメージキャラクターとして、PR に。ここに一人しかいなくても、生徒たちは初めて入る市議会の議場でもしっかりと市長に質問したり意見を述べました。いかがでしょうか。私たち、そして議会の最後では地域社会の一員として自覚ある行動を取ることを宣言しました。玉野市の子供の代表として次のことを宣言し、生まれ育った我が町玉野市民の一員として各学校や地域でこの精神に基づいた活動に取り組みます。新たに玉野市のイメージキャラクターになったののちゃん、大人から子供にまで親しまれています。こんなところにも登場しました。70周年を記念して12年ぶりに復活した玉野市長杯親善渋川ヨットレース、全国から大小24艇ものヨットが渋川に集合。海と共にある玉野市ならではの催しといえます。美山公園は市民の憩いの場、秋の一日を自然の中でゆっくりと過ごすのもいいものですね。11月には開港80周年を迎えた宇野港に日本最大の豪華客船アスカ2が寄港。その大きさ、豪華さは見るものを圧倒しました。歓迎のセレモニーが行われ、夜にはキャンドルによるライトアップが花を添えました。地域の伝統ある文化を大切にし継承することは、ふるさとを愛する心を育みます。こうした活動を行っている人たちが一堂に会し、地域に伝わる伝統の技を披露しました。
野市とは昭和55年より姉妹都市の関係にある長野県岡谷市の岡谷太鼓も参加し、催しを一層盛り上げました。また一つのことを積み上げて、市政70周年を迎えた玉野市。これからは市民一人一人が希望に満ちて誇りの持てる郷土となるよう、まちづくりが進められます。今玉野市は未来に向けて大きく羽ばたく新たな一歩を踏み出しました。